ピーター・ポラコはアメリカ合衆国のプロレスラー。コネチカット州ウォーターバリー出身。PJ ポラコ、ジャスティン・クレディブルのリングネームで知られる。カルガリーに渡り、スチュハートが主催するレスリングスクール、ハートダンジョンにてトレーニングを受け1992年にプロレスラーデビュー。1994年に PJ ウォーカーのリングネームで WWF に登場し、後に ポルトガル出身という設定のマスクマンである、アルドモントーヤに変身したが目立った活躍はなかった。1997年に、イカップリング・ウィズに移籍し、PG ・ウォーカー、PG-187 のリングネームで活動するが、後に PJ ・ポラコ、そしてジャスティン・クレディブルへと改名。ランスストームとインパクトプレイヤーズなるタッグチームを結成し、 イカップリングウィズ世界タック王座を2度獲得し、イカップリングウィズ世界ヘビー級王座を獲得するなど、活躍。2001年、イカップリングウィズ崩壊後に、WWE に登場し、X パックのパートナーを務める。また、彼らに、アルバートも加わり、3人組ユニット X ファクターを結成し、悪事の限りを尽くした。X ファクター解散後は目立った活躍ができず、 2003年1月に解雇となった。WWE 解雇後は TN に登場し、レーベン、サンドマン、ニュージャック、ペリー・サターンといった元イカップリングウィズのレスラーたちとエクストリームレボリューションなるユニットを結成して、活動するモコのユニットも短命に終わる。シングルプレイヤーとなったジャスティンは、ジェリー・リントの長い構想をはじめ、リントの構想に敗れる。また同年、 全日本プロレスに参戦し、ロー &D に参画。2003世界最強タッグ決定リーグ戦に、ジャマールとのタッグで参加し、初参戦で準優勝を果たすなど活躍。2005年にイカップリングウィズワンナイトスタンド2005にて久々に姿を見せた。イカップリングウィズが WWE によって復活したことにより、2006年6月に、 WWE に復帰するが、わずか3ヶ月後の9月に、再び解雇された。WWE 解雇後は、アメリカ各地のインディー団体を中心にジャスティンタイムの、リングネームで活動。PWS では、サブウーやダニードリングといった、オリジナルイカップリングウィズのメンバーと共闘し、2009年7月には、イカップリングウィズでの功績を称えられ、ネピから、 ネピホールオブフェームの伝道堂入りを果たした。2010年8月には、ティエネにて PPV であるイカップリングウィズ・リユニオン賞、ハードコア・ジャスティス2 0 1 2に登場。2012年4月、オリジナルイカップリングウィズメンバーであったシェン・ダグラスが、主催したイカップリングウィズ・リユニオン賞に出場。同年8月には、力の PPV、キング・オブ・トリオに、 WWE で共闘したショーン・ウォルトマン、タタンカとチーム WWF を結成して出場した。2006年8月1日に行われたリカップリングウィズでは CM パンクの WWE デビュー戦の相手を務め、敗れている。ありがとうございます。